りました。今回もね、ごったくチャンネル今回6ん何回目だ、え、6回目です。6回目、結構ないことやってんねこれ。ね、今日ね、見てもらったら分かる通り稀に見るね、おっさん会なんで、あ、今日はすら覚えるね、まあ、一番端のあれをおっさんというかどうかともかくして、まあまあ男子会ですよね。男子会、ね、男だらけのとか言うな。ドキじゃない、ドキじゃねえよ。結構あれだよ、おめえはね、年齢を刻んでるよ。あ、まあね、もう2とかの意味がわからないからね。おでこについてるその2の意味がわからない。なんなんそれっていう話、うん、ほんま、これすごい言えづらいな、これ絵面がね、見苦しいからね、基本的に。もう絵面悪いよ、もう。そう、あの、健全で参ります。健全で、はい、そんな感じで、はい、健全で参ります。そうね。はい、ということで、今日はですね、私、山之内が MC を務めさせていただきたいと思います。じゃあ、ちょっと順番にね、自己紹介していきます。はい、あ、じゃあ、じゃあ僕の方から、会社中社です。よろしくお願いします。お願いします。で、はい。デザイン室三好です。はい、こんばんは。あ、マコトさんずるい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 。マコトさんとマコトさんずるいずるい。この位置あったからね。ずるいずるい、もう。チーフもね、マコトだからね。そうそうそう。こっちちっちゃくないチーフ、こっちちっちゃいチーフ。あ、そうね。そこはね、認めざるを得ない。認めざるを得ない。どこへ行ってもでかいって思う。だんだんへこんでるから。でかい方がね。でかい方です。はい。はい、じゃあどうぞ。最後最後。最後。マッキーでーす。もうそろそろさ、おでこ、まってガキいな。そう、までいいやん。分かりやすい方で。うん、何で2って書いてるかよく分かる。何のために2かよく分かる。そうそうそう、うん。まあ、言うともう隠してる意味もよく分かんない。そうそうそう。取っちゃえ。取っちゃえ。適当やな、今。はい。じゃあ、早速ね、進めていきたいと思います。はい、今日のメニュー、こちら。ドン。ドン。ドットハックヒストリーズ。中社。過去中社。はい、やります。はい、そして、ドットハックライブアリーナ、皆さんと対戦するコーナーですね。そして最後に三好チーフのグッズ制作秘話でお送りしたいと思います。制作秘話、制作秘話、ちょっとハードル上げないで。え、いやいや、何もないですよ。楽しい話がね、今日も楽しみやなっていう話です。ハードル上げる、はい。で、この配信ではですね、公式サイトのお便りフォームから随時お便りを募集しておりますので、番組配信中もスタッフが全員でチェックしておりますので、ぜひぜひお便りをお送りいただければと思います。よろしくお願いします。めっちゃ見てるんでよろしくお願いします。リアルタイムでなんならコメントもね、全部読んでますからね。コメントも読んでるんで、何、うん、かあったら言っていただいたら、何かあったらね、ざっくりいきましたね。めっちゃ適当に拾いに行くんで、はい、はい、じゃあ早速いっちゃいますか。はい、行きましょうか。結構ねボリュームすごいんでね、はい、はい。中社のドットハックストリーズ、はい、さよです。はい、じゃあよろしくお願いします。ドットハックヒストリーズ第6回目です。じゃあフリップの方すいませんお願いします。6回目なんですね。あのですね、今回めっちゃ時間かかりました。相当だね。めっちゃ時間かかりました。本人のね、はい、というわけで、ドットハックヒストリーズ第6回目ということで、こんばんは、サイバーコネクト2の中社です。明日あのことびき屋さんの、秋葉原館さんの方で、あのギルティドラゴンの展示イベントですよねっていうことをチャラッとこうしれっとね、しれっと話をした上で次のステップをお願いします。みんな来るといいよ、みんな来るといい、来ちゃうといい。はい、ドットハックヒストリーズ第6回目は、前回あの前半部分のみで、ちょっともうさらっと、終わってしまいましたが、この作品です。お願いします。めっちゃ陽光禁止してきた。禁止令出ました。言われますが、言われてんな。はい、ドットハック GU です。今回はドットハック GU の後半部分の、ご紹介をさせていただきます。そして次のフリップお願いします。そしてですね、この同じ時間軸で語られているこの映像作品、はい、すみません、お願いします。はい、ドットハック GU トリロジーですね。はい、この、2作品をですね、うん、今回は中心に、ご紹介をさせていただきます。フリップすみません、お願いします。はい、ですね、ということで、この2作品を中心に今回のトーク、させていただこうと思うんですが、っていうかですね、もう正直、バラします、ドットハック10ががっつりです。ですね、他の、まあ、ここにもありますけどガビマンとかやろうと思ってたんですけど、フリップ作ってたらですね、
えぐい量になったんで、やめました。はい、というわけで、さて前回ですね、長谷尾がルーツの時代から再び冒険をザワールドで始めるところまでのざっくりとした紹介で終わっちゃったんですけども、今回は物語のラスト、ドットハク自由のラストのあたりまで、簡単にご紹介させていただこうと思います。はい、すいません、お願いします。そうね、好きな時間だけねやっていいんであればやるんですけどね、残念ながら生放送枠があるんでね。はい、というわけで、今回はかなりネタバレ度合いが強いです。この時点で、ご了承ください。はい、次お願いします。言いましたよ、ネタバレ強いですよ、ね、大丈夫ですね。はい、引き返すのは今のうち、隣のは山のうちということで、はい、じゃあ次行きましょう。なんだこれ。はい、ではそういうことで、今回はドットハク自由の中盤から後半済み、後半の、部分の解説をさせていただこうと思います。ドットハク自由の主人公長谷尾はですね、この、物語の中でアリーナと呼ばれる PC 同士の戦いの場にその舞台を移していきます。ちなみに、初めてアリーナに行くときにですね、今までアリーナやってなかったっていうんですけども、ドットハックルーツ時代の長谷尾は一匹狼の PKK でずっとトライアージを追っかけてましたんで、彼チーム戦やってません。なのでアリーナに全然興味がなかったんですね。なので実は参加したことがなかったという形になってます。はい、次お願いします。はい、アリーナはこの、ザワールドディビジョン2における権威の象徴、プレイヤーにとってはですね名誉になっているんですね。ここでチャンピオンになることはプレイヤーにとっては評価が上がる、まあ、有名プレイヤーになるってやつです。コウマ級のチャンピオンである残党首のエンディランス、彼に挑戦するべく長谷尾はアリーナに参加するようになります。まあ、このあたりはまだボール1ですね。このエンディランス、非分使い PC、 前回お話しさせていただいた発想の能力を持っている PC なんですけれども、このエンディラスというキャラクターは他の非分使いと交流を持たずにですね、しかもアバターの力を使ってアリーナで連戦連勝していると、かなり、まあ、あの非分使いの間では、まあ、話題に上がってて、まあ、コンタクトを取りたいけど取れないというようなキャラクターですね。はい、すみません、次お願いします。はい、そのアリーナでのさまざまな戦いを経て長谷尾は、まあ、成長し、アバタースケイスに開眼します。データドレインでアイダを駆除できるようになりまして、ついに、このエンデュランスに取り付いていたアイダを駆逐します。はい、すいません、お願いします。その結果ですね、そのお話の流れの後に、トライエッジとも対戦し、これを退ける長谷尾ですけれども、その後もアイダに、PC が侵食されてその感情が暴走するっていうような事件が多発します。この PC たちを助けるために、アバターの力を使って長谷尾は戦い続けます。このあたりがちょうどボール1からボール2、まあ、C で言うならボール3ぐらいまでですね、ボール3の頭ぐらいまでです。途中でですね、まあ、我らが陽子が PK されたりとかですね、密貫者になったりとかですね、なかなかヘビーな展開がどんどんどん続いていきます。まあ、陽子最終的には復活するんですけど、まあ、本当に良かったなという話です。さあ次行きましょう。いやいや、我らがですよ、我らがです。はい、まあ、そんな中でですね、アイダを自らに取り込んで、狂気に走った榊、これ後でまた説明しますが、月の木っていう、まあ、ギルドの、まあ、副団長なんですけれども、彼を倒した長谷尾だったんですが、その直後にですね、オーバンが現れて、実はトライエッジのサインをつけたのがこのオーバンであるっていうことを告白します。はい、次お願いします。彼の目的は実はドタクルーツの頃からずっと続いていまして、全ての発想の因子を取り込んだ長谷尾を、キー・オブ・ザ・トワイライトとして、彼に倒されることでオーバン自身が持っている発想の能力最短、これを発動させ、未帰還者となった自身の妹アイナを復活させることでした。つまり彼はずっと妹を救うために戦ってたと、キー・オブ・ザ・トワイライトを、探していたということになります。彼がドットハクルーツで探していたそのキー・オブ・ザ・トワイライトは本当に彼の願いを叶うために必要だったわけですが、これがあり方が変わってたという形になりますね。はい、次お願いします。はい、ボール2の時点では実は長谷尾、まあ、数人の発想と戦って
因子を取り込んでいますが、まだ全ての因子を取り込んでいません。まあ、ネタバレになりますが、矢田さんとかがまだここの時点で開眼していないと。なかなか落ちこぼれな感じですけれども、そんな状態で、全ての因子持ってませんでしたので、オーバンを倒しても真の最短発動しませんでした。これがボル2ラストでのオーバンとの対戦で、彼が発したまだ早いっていうやつですね。あのあたりのセリフにつながっているわけです。はい、次お願いします。はい、ボル3でこの目論見通りですね、オーバンさんは全ての発想の能力を取り込んだハセオに倒されることで、最短を発動し、これの結果ザワールド内というかネットワーク全体がリセットされます。で、このエネルギーの余波でハセオは PC ボディを損傷、ぶっ壊れてしまうんですけども、まあ、その際に、これも先ほどの月の木っていう、まあ、ギルドの団長、ケヤキの手によって、エクソームと改造され、復活します。まあ、これで完全にマジなチートな野郎になるわけですね。どこに行ってもあのボディないんでチート野郎です。やばいですよね。はい、次お願いします。はい、この最短を発動させて、かつ、まあ、PC ボディもですね、改造されてですね、まあまあ、バンバンザイ、パッと見た目では実はバンバンザイに見えたんですが、実はそんなわけではありませんでした。新しい問題が浮上します。はい、次お願いします。はい、長らくお待たせしましたというか、ドットハック初代の頃からも問題にありましたが、ハセオは今回の一連の事件で全ての発想の因子を身に取り込んでキーオブザトワイライトとなりましたが、これによって詰まるところ腕輪と同じような存在になってしまいます。発想の力を全部持ってるわけですね。で、この状態から半存在クビアが生み出されてしまいます。オーバンの計画は実際にはその後のことが考えられていなかったというかなり切な的な計画で、彼にとってはおそらくアイナが復活すること以外は念頭になかったんじゃないかなと思います。はい、お願いします。はい、最短によって、アイダに、PK され未帰還者となっていた仲間たちが、復活をしていく中、この最強の敵に、ハセオは挑むというようなお話がドットハック GU のストーリーラインになります。まあ、ちょっとかなり駆け足でした。あのアリーナでどうこうとか、その間に起きたアイダに侵食された BC がどうっていうのはちょっと一旦省略させていただきました。あと、またあのメインに関わらないですね、カナードっていうギルドが成長していく様子であるとか、裏でどんな事件が起こったかっていうような部分に関してはちょっとすみません、今回は省略させていただきました。はい、次お願いします。はい、このドットハック GU という物語、もともとはアイダとオーバンの物語、そしてトライエッジとハセオの復讐劇、この2つの軸が最終的に1つの物語に集約されていくのが特徴です。この2つの物語を途中ミスリードさせるために三層騎士と呼ばれる、まあ、これ後で説明します、キャラクターたちが使われているということになります。はい、次お願いします。はい、じゃあ今回のキーワードです。今回キーワードは大きく4つ、ギルド、アリーナ、認知外空間、そして、まあ、重要ワードの1個であります三層騎士、この4つにしようと思っています。はい、お願いします。はい、まずギルドですね。ドットハックルーツの頃から結構言葉としてはいっぱい出ていますけども、ザワールドディビジョン2から正式に実装された、まあプレイヤー同士が徒党を組むという、まあ、機能ですけどね、ディビジョン1の頃ではそういうプレイヤーいてたんですけども、あれ、しようとしてやってたわけではなくて任意でやっています。ですので、ザ・ワールドの機能としての充実が、ディビジョン2からは果たされています。その、まあ、最たる例が、アットホームと呼ばれるギルド専用の部屋ですね。はい、次お願いします。はい、このアットホームの実装によってさまざまなギルド活動が一般の PC、要は特別なキャラクターではなく一般のプレイヤーが行えるようになりました。ドットハックルーツでのタンっていうギルドのようにトレードを主体にした、まあ、流通ギルドっていうのものがあったり、まあ、ケストレルっていう、まあ、この後出しますが、まあ、無法地帯になっているようなギルドもありので、プレイヤーが自由にザワールドを楽しめる、かつそれが集団で楽しめるというような状態になっています。
このギルドというシステム、この後のザワールドでも基本的に標準装備されてますので、まあ、かなり好評な仕様だったんじゃないかなと思います。はい、お願いします。はい、でこのドットハック GU の頃にですね、ギルドが大きく2つ、連闘士の、ケヤキがマスターの月の木、秩序を守る、ザワールドの中で秩序よく、遊ぼうっていうような、ギルドと月剣士のガビがマスターのケストレル、自分らが好きにやってることが、ザワールドのプレイであるっていうような、大きく思想が2つに分かれたギルドが大きく幅を利かせていまして、この2大ギルドがそれぞれ、自分のエリア、ギルドエリアを持っているような状態でした。しかしながらこの一連の間の事件の影響で月の木は解散をしてしまいます。ケストレルもその規模が縮小するなどして、まあ、間事件を境目に様々な人間模様がそこで動くというような状態になっています。また長谷尾がこのドットハック GU という物語でアリーナを、まあ、3冠、3つのアリーナのチャンピオンになりますので、その結果本来は初心者の救済ギルドだったカナードが、劇場版ドタックですね、ドタック世界の向こうにの頃にはもう超巨大ギルドになってた、超有名ギルドになってたりとかします。はい、次お願いします。はい、まあちょうど言葉に出ましたアリーナですね、こちらもディビジョン2で追加された PVP、 プレイヤーとプレイヤーが戦うための施設で、主に、その強さを示す場所になります。でディビジョン1の頃にはですね、PK というシステムは実際には実装されていましたが、これはかなりイリガルな状態で、かつ、プレイヤー同士がきちんとした形で戦うということはありえませんでした。これがディビジョン2には機能として実装され、そういう施設も実際には設置されるというような状態ですね。でこの PC たちのアリーナで勝ちたいという願望や、そのアリーナでの勝利で得られる名誉、有名プレイヤーとして称賛されるという部分が非常に特徴的で、この人間の感情がものすごく渦巻くアリーナに、アイダが出没した、人間の感情を勉強しようとしているアイダが出没するのは必然当然のことだと言えるでしょうと。はい、次お願いします。はい、そのアリーナですが、初代のチャンピオンタイカというキャラクターがそのプレイヤーの強さを追い求めるためにギルドイコロを立ち上げますが、その後、まあ、チャンピオンたちの求める強さの概念が違うことからタイカはこの場所を離れます。タイカ、その後自分の思想を継いでくれるようなプレイヤーを探していまして、それに選ばれたのが長谷尾でした。もともとはルーツの時代でフィロという、まあ、マクアヌで座ってるおじさんですね、彼から死の間際に、タイカは長谷尾のことを頼まれて、その後、まあ、探してるんですけども、まあ、そのキャラクターが以前はチームを組まずに一匹狼で PKK をやってた長谷尾であるっていうのがなかなか奇妙な縁だと思います。はい、次お願いします。はい、次に、日夜空間アウタースペースですが、こちらはザワールド使用外の空間で、主にアバターが発言したときにその空間を発生させてそこで戦うっていう場所になります。まあ言うなればふふふにギルドめってやつですね。はい、あれです、あれです。はい、じゃあ次行きましょう。危ない。なかなかね、こう失礼な話しましたけども今、アバター以外にもこの、アウタースペースですが、総員の守護神、後に三層騎士の総員のカイトがアバター化するというか、された時に出す空間や間もこの同様の空間を生成することができます。この空間はイリーガルな存在、イリーガルな能力を持っているもの以外が見えないんですね。なので、普通の PC はエンデュランスがアバターを発言し、PC たちをバッタバッタと なぎ倒していくところが見えない。つまりなんかよくわからんけどあえて倒れてる、すげえっていう状態になったわけです。まあチートですね。はい、次お願いします。またよく似た言葉でアウターダンジョンと呼ばれる使用外のダンジョンもドットハク GU には登場しますが、こちらちょっと意味合いが違いますのでご注意ください。こちらはどちらかというとザワールドの石外のデータの中にダンジョンができてて、そこにバグモンスターがいると、そういう感じになります。はい、次お願いします。
はい、用語キーワードの4つ目最後の三層騎士ですが、こちらはドットハック GU の中で頻繁に登場した継ぎはぎだらけのカイト、オルカ、バルムンクの3キャラです。こちらはボール1からボール2では、敵として1体ずつ登場するんですけれども、ボール3でパーティーになったり、ボール2では確かあれですね、天狼の、付き人としてきますね。はい、次お願いします。はい、お、なんか1個戻った。なんだ1個戻った、1個戻りましたよ。ドキドキしますねそしてなんとか動き出す。で、彼らの正体はネットのどこかに眠っているアウラの残留試練から生み出されたザワールドの中の、浄化プログラムです。アイダが生成された際に、彼らは生み出されたんですけれども、その生み出す際に、アウラがかつてザワールドの危機を救った最強の存在としてカイトたちの外見を模して作りました。はい、次お願いします。彼らはザワールドという体内に生まれたバイキンアイダを攻撃する白血球だと思ってもらったらいいと思います。実は彼らはザワールド内のアイダを駆除して回っている存在なんですね。はい、次お願いします。この間、人間に感染してその感情を増幅させ、まあ、勉強したらどっか行くっていうやつなんですけども、この効果が現れてないにもかかわらずというか、まあ、効果は現れてないけど実は間に感染されているという人がいました。言うと潜伏期間みたいなもんです。で、その三層騎士たちが、PK して回ってたのはこの間に感染され潜伏期間になっていた PC だったわけです。風の引き始めに、すっげえ特効薬がぶっ込まれて殴られたと。で、感染してるかどうかは外に出てこないのでどういう理由で襲われてるかわからないんですね。無作為に PK しているような状態に見えてたと。はい、次お願いします。また、総演のカイトがボル1の冒頭でハセオと対峙して、データドレインをハセオに食らわしましたけども、こちらにも実は理由があります。実際には彼オーバンを追っかけていました。オーバンの左腕の肩のところにある間、あれを駆逐するために追っかけてたんですね。なんでオーバンちょこ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 追跡者がどうのって言って追われてたと思うんですが、あれそのためです。で、ハセオがその間に要は間を割ってですね、喧嘩を打ってきたような形なんですね。で、その喧嘩を売られた三層騎士はオーバンの追跡に対して邪魔になったのでハセオに応戦していたと。なんで最初相手の攻撃を受け流しているんだと思います。はい、次お願いします。データドレインも実はハセオに向けてではなくその背後にいたオーバンに向けて撃っています。ですので、射線上にいたハセオがこれを食らったというのが正しいですね。実はオーバンがものすごい上手くってハセオごめんご主様っていう状態になっています。はい、お願いします。はい、もともとオーバーに取り付いていたこの悪性の間が生まれてしまったことで急増されたプログラム、これが三層騎士なので頭があんまりよろしくありません。外見も継ぎはぎだらけで、もうこればっかりは仕方ないですよねっていう話です。はい、次お願いします。ちょいちょい挟むな。何がですか。名前ですよ、名前ですよ。はい、さてここでですね、前回のヒストリーズでお話しした内容をちょっと思い出してください。これ覚えておいてくださいねって言った話です。シノが、最初のイニスの因子を持った非分使い候補であったが、PK されてその因子がアトリに移ったっていう話をしたと思うんですけど、覚えてますかね。覚えてますか。僕はこういうね、前のフリップ貼り付けるとかしないですよ。はい、次行きましょう。テスト問題みたいな。テスト問題っぽいですね。シノは、間に感染してませんので、この理屈だと、三層騎士に追っかけられる理由がありません。もし間に感染されて、していれば、先ほどのオーバンがちょこちょこ追っかけられた追跡者がどうのって言ったようにもっと頻繁に三層騎士に会ってるはずなんですね。で、ディビジョン2での未帰還者はこの間の感染者に PK されることで生み出される。この2つ覚えておくと、彼女は三層騎士ではない存在に攻撃され PK されてしまった結果未帰還者になった、かつその PK した相手は間感染者ということになります。はい、次お願いします。彼女は
またその能力自体は発言してませんでしたが、因子の因子を持っていました、つまりイリーガルな存在に対しての耐性が若干あります、ここでまとめると三層騎士ではない存在でかつ間に感染していてかつイリーガルな存在に対して耐性のある彼女に PK できる。さあ誰でしょう。次お願いします。もうぶっちゃけ実は選択肢がないんです。答え一つなんです。間に侵食され左肩を侵されながら、発想の因子を持っている、つまり死のの因子と相殺ができるオーバン、こいつ以外にいないんです。ですので一つ一つ、ネタを詰めていくと実は死のが PK された相手はオーバン以外にいないんですね。はい、お願いします。彼女はヤタの調査、ちょうどルーツの、中盤あたりに、コシタバウアで、捕らえられたオーバンが左肩の調査をされてますけども、あの際にアイダが暴走します。でその暴走したオーバンに、グリマレイブに呼び出されて、その呼び出された先で PK され未帰還者となっています。つまりオーバンはアイダに侵食された後自身の妹と自分の理解者2人をその手にかけて未帰還者としているということになっています。彼はこの状況を解決するために自身の能力最短これにすがるしかなかったんですね。で発動と引き換えにこの望みは叶うんですが、オーバン自身が意識不明となってしまうということになります。はい、次お願いします。はい、このことからもドットハックルーツから始まったドットハックセカンドシーズンの物語はシノの PK したトライエッジを追っかける派生の復讐劇とシノアイナを密監者にしてしまったオーバンの食材の物語、この2つが交錯していることがお分かりだと思います。よくスタッフの、コメントとしてオーバンは真の主人公であるという話が出たと思うんですけど、それこの辺りからです。はい、次お願いします。はい、さて次にドットハク自由トリロジーです。この作品は2007年12月に劇場公開された映像作品で、基本的な設定は自由から引用されていますが、ストーリーラインの一部や設定がこの作品用に改変されています。立ち位置としては新たな解釈でドットハク自由を表現する映像作品といった感じになります。はい、お願いします。まあ、ストーリーライン的には基本的にドットハク自由をなぞっていますので、そこに関して大きな話はないんですけども、何よりもこの作品で特徴的なのはビーストフォームですね。獣のような3つの尾っぽを持ったシルエットと、雄たけびを上げつながら、オーバーに襲いかかるあの獣のような姿はドットハク自由以上に2人の印象、2人の、関係性、戦いを印象付けます。無数の体験を相手にぶつける技、あれは本当に、圧巻の一言ということで、当時ですね、ドットハックリンクの開発をしてたんですけども、あれどうしようっていう話だったりしました。はい、はい、次お願いします。でさっきまさに、ドットハックリンクの話したんですけども、この印象に残りすぎたビーストフォーム、リンクでですね制作した時に、あれ入れないとダメでしょっていう話になって、意気込んだんですけども、こいつ武器使ったら普通の発生やし、武器飛ばしたらえぐいことになるっていうのがあってですね、紆余曲折がありまして、彼は武器を持たないキャラクターになりました。今となってはいい思い出です。はい、お願いします。次お願いします。はい、またこの作品を制作するにあたって映像集団チームサイが結成されましたが、このチームが後にドットハク世界の向こうにを制作しています。ちょっと別の話ですけどね。チームリーダーの、ディレクター二塚くんですけども、一回イベントがあったんで姿見てると思いますが、ああ見えてですね、超涙もろいんですね。映画見に行ったらガン泣きするようなナイスガイです。どうでもいい話ですね。よろしくお願いします。次お願いします。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。ドットハックの紐、歴史を紐解いていく、ドットハックヒストリーズ。今回はドットハク GA の後半部分にスポットを当ててお送りしました。先ほどもちょっと話しましたが、情報誌ドットハクジューザワールドなどで漫画の作品も等々もいくつか掲載されていましたが、今回すいません、端折らせていただきました。次回以降でひょっとしたらポロッと紹介するかもしれないです。次お願いします。
い、次回からはですね、いよいよドットハックサードシーズンに突入します、これまでの物語がどのようにつながっていくか、どのような形で、世界の向こうへまでつながっていくのかっていうのをお話していこうと思います。以上、今回の、ドットハックヒストリーズはここまでです。次回をお楽しみということでありがとうございました。すごいね。いやボリューム半端ない、ね、今日めっちゃ喋ったね俺。めちゃめちゃ喋りました、ね、めっちゃ喋ったね俺。ごめんね本当に喋すぎたね俺。おっさん喋ってごめんね。いやセミナーレベルだよ、うん、いやでもね、うん、本当にね、調べてるとこれ終わらへんなって思って、うん、端っこまで入れると本当にあともう一回いるってなったんですけど、さすがにちょっと3回連続自由ってじゃあ今まで何やってんっていう話になって確かにね。まあ、なんでちょっと今回はね、メインストーリーのみを簡単に喋らせていただきました、はい、次回またお楽しみということで、はい、ちょうどね30分経過しました。そうすごいねすごいボリューム、なかなかのボリュームめっちゃ喋ったね本当に、ね、いやいやいや、まあ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 、うん、次回また考えます、うん、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてこちらのコーナー行ってみましょう。おい、お、来た、ドットハックライブアリーナー、はい、ということでドットハックバーサスでオンライン対戦していきたいと思います。はい、よいしょ、はい、今回も、まあ、いつもと同じく CC2 ニコニコこちらの ID で、はいはいはい、プレイヤーマッチワンラウンド戦でやっていきたいと思います。ぜひさあ検索してください。今日はどうなんでしょうね。これ前回のあのなんか新ルールは適用されるのかな、うん、いやいやいや、どうなんでしょうね。指名制、ああ、指名制は適用されるのかな。思い出すだけでブルッとなる。本当に。突然の指名制でしたか、ね。突然の指名制。うん、汗びしょびしょでした、ね。いやあれね斬新やったんで面白かったから。やります？あれはあれでいいなと思ったんですけど。あ、ご飯中だから参戦的に、あ、もうご飯、まあまあまあ、ご飯食べてくださいね。ご飯優先で。ご飯食べてくださいね。ご飯大事ですよ。ご飯大事ですよ。ご飯大事。一応見てくれてはいるんだね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、じゃあ誰から行きます？誰行きましょうか。どうかな。じゃあ、ミオチーフから。まあ、ミオチーフ持っといて、なんかこう、はい、指名かかったらなんかじゃないですか。逆指名？いや、逆指名かかったら。不安になるな、それ。大丈夫かな。作戦ご飯大事に。ご飯大事。ご飯大事。それ。何の作戦？どこのタイトル大丈夫？大丈夫かな？大丈夫かな？さあ。対戦相手をお待ちしておりますよ。ちょっと大丈夫ですか？家の鍵がなくて帰れないという人いらっしゃいますけど、大丈夫というか家の鍵がなくて帰れない人は今これを何で見てるんやろ、ね、なんかさらっとヘビーな現状になってますね。 iPhone で見てるのかな。 iPhone とかこうスマートフォン的なもので探してあげて。誰かどうやって見てんのやろ。寝カフェ寝カフェで見てんの。寝カフェで見たらすごいよね。ほんまですか。さあ来い、さあ来い、さあ来い、どんと来いよ。今日はあんまり調子が良くない？来ない？待ってるよ。あ、iPhone らしいですね。iPhone で。なるほど、うん。でも iPhone でね、僕昔あのまあなんかネタバラシするようであれなんですけど、うん、あの東京でお仕事があった時に出れなくて、はい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 、東京でね自分の Android で見てたんですけど、うん、結構カクカクでしたよ。まあ、大丈夫だから。うん。まあね、だってね回線がね。そうそう、ああ参戦したいが腕がなという人大丈夫ですよ。そんなにねめっちゃ強い人ここにいないです、いないです。ちょうどいいぐらい勇気を与えるために程よいですよ。たまにはそういう人とも戦いたいですよね。そう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 。ちょっと攻めただけですぐテンパる。そう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 すぐテンパる。あ、なんか昨日勝ったばかりですごいね。マジですか。すごいね。バーサス、へえ、ありがとうございます。昨日ってすごいな。昨日オンライン一回もオンラインいつもオンラインやりましょうよ。オンラインね、オンラインでますよ。激動きだ、やべえ。激動きだ、激動きだ、激動きだ。あ、じゃあほんじゃ来ました、横田さん。ラッキー井上、ラッキー井上、ラッキー井上3373。ラッキー井上、いいね。誰か抜くんですかって。俺ら脱いで楽しいか。結構おっさんやぞ、結構おっさんやぞ。ちょっとね、常にお見苦しい。はい、じゃあこれよろしいですかね。あ、どうぞどうぞ、行きましょう。はい、じゃあ行きます。
はい、よろしくお願いします。あ、対戦ゲーム苦手な方もなんかいらっしゃるみたいですけど大丈夫ですよ。なんかあの僕らのテーマはエキサイティングとあのエンターテインメントなんで大丈夫ですよ。いつ決まりましたそれ。え、何だずっと言うてるやん、ずっと言うてるやん。エンターテインメントって言うてるやん。エンターテインメント楽しく対戦ですよ。何を言ってんすか、何を言ってんすか。よし、ハーミットでいきます。はい、え、ハーミットでいくって意味が分かんない、意味が分かんない。ハーミットではないからね。いや、いつかやってくれるはず。さあ行こう。チムチムに負けたスタッフいるぐらいだし大丈夫って言われて。ちょっとここの軌道をえぐってくるね、ちょいちょいね。誰だよ、ね、誰かな、誰のことかな、誰のことかなって言いながらその人に今焦点がカメラマン、ちょっとカメラマン、トキオ先生、トキオ先生、よし行こう、トキオ先生か。はい、スタート。ほう、おーい、2人まとめて殴られた。2人まとめて殴られた。切ない。大丈夫ですか、大丈夫ですか。あー、痛い痛い痛い。いや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 、ボコボコやん。もう全然対戦関係ないこと言っていいですか。ヤンコを参戦したら即害だったって言うなよ。一番入れへんかったら俺が悔しいねんから。お、止めた。あー、いいね。お、来た。おー、うまい。やるな。どうした。よう避けたな、今の。いやいやいや。そう、ヨーコをね、入れたかったんですけどね。おー、入った。ナイス。お、いけましたね。大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。エンターテインメントになってます、大丈夫ですか。エンターテインメントになってます、大丈夫ですか。でも前回ね、もうボコボコに負けて X 状態だからね。めっちゃアップなってる、ミヨシフ。超アップなってる、超アップなってる。もうよけた。危ない危ない。しかも、運営誤植した。運営ミステリオ誤植してるよ、大丈夫、くださ大丈夫、くださうなってるよ、注目くださう、くださう、はい、お、いや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 、これ試してくださいね、くださうね。テーピロ、テーピロ来た、あ、めっちゃいい勝負なってる、てかめっちゃいい勝負なってる、押されてるよ、見てへんかったらいい勝負なってる。見てなかったんだ。いや、あのテーピロとかで、ね、見てたの。あうわ、まあね、無駄に時間長いんでね、スーパーマン突っ込むにはね、もう終わりかよ。ありがとうございました。いや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 、ありがとうございました。いい勝負でした、ありがとうございます。やられたね。いやいや、今のはなんか綺麗にやられました。まあでもいい勝負でしたよ。ちょっとね、なかなか声に気づかされたところ。次回作はよく出してください。おおよ、おおよ、おおよ、おおよ。てかな、一時期まで入っててんけどな。いやいやいや、何をぶっちゃけてるんだ。ダメダメ。詳しくはね、詳しくはね、あのあれですよ、あの前の番組ですよ。の時に一回話しましたからね。あ、そうですね。はい、前の番組。まあ、ちょっと涙目。なんやったらアーカイブ探していただいて、ね、いかに悔しい思いをしたかっていうのを一回見ていただく感じで。まあまあね、ここでお手のかな。お手かな。お手かな。はいはい。で、さあ、アマッチの TC ツアーナバーニコニコですよ。じゃあ、TC ツアーナバーニコニコ。はい、今セッションを作成しました。そうね、レンディランスもね、入れたいよ ね、まあ、ね、アイナも入れたいよね。なかなかね、はあ、なかなかね、難しいですな、難しいですな。でかいため、でかいため。いやいや、ボルドーのリアル入れたら赤い、ゲーム関係ない、リアルが指導する。基準がわからなくなった。そう、作法とかね、一時期ね、あったんですよね、候補の中にね。こうね、作ともう切り替えたいですよね。すごいネタだけ考えてたの。あれでしたよね。破産はフォーム分バラバラ。そうそう、フォーム分バラバラでした。ああ、はいはい。めっちゃいろんなこと考えたけど、当時。緑ね、いいですよね。緑いいですよね。かわいいですよね。あ、めっちゃ、っていうかめっちゃ読んでますよ、僕。うん、あの今こうやってこういう喋ってますけど、あの普段から結構喋ってますよ。全部ね、ポロポロ読んでますよ。そうそうそう。具志堅で誰やねん。誰や。具志堅誰。いつの間に。具志堅誰。まあね。さあ、CC 数アンダーバーニコニコでセッション検索してください。対戦をお待ちしておりますよ。そうですね、今日はなかなかおっさんしかいないんで、多分嬉しくないんだと思う。そういうことか。いやいやいや、すごいな。柴山パワー半端ないな、そしたら。僕ね、ちょっとね、今日で柴山さんの評価を改めた。改めた。やっぱり？いなくなってわかる。いなくなってわかる。ありがとう。なんかやっぱあの、多少噛んだ方が、ね、やっぱね、やっぱいい、隙があるぐらいの方がちょうどいいのかもしれない。俺たちは結構あの紙に助けられてた。そう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 。突っ込めたしね。突っ込めた。噛んでるやん。
救われてた。どうしたん何なのこの回追悼そう追悼する追悼ではない。おっさんが悔しがる回惨めやね、この回惨めやって言ってくすごいな、でもそれ早くて早くて対戦相手早くて。例えばあのチムチムに蹴られた時は結構覚えてますね、みんなまあね、まあね、あれ結構衝撃的なラストやったからね。結構あんなにかっこいいチームだったのって何のこと？どこどこ？それこそ、それなんか VTR 再生とかできないんですか？あのシーンを再生みたいな。そんな日のない。今からゲーム買いに行ってくれるのは嬉しいけど、多分とあれには間に合いそうだな。これは。おっさんトーク、そう、おっさんトーク会になってまうけど、おっさんトーク会でいいのかな？超おっさんトークするけど。東京。ありがとうございます。ありがとうございます。いいネオさん、1、3、5、7、9。さあさあさあ、次じゃあ中社さん、僕ですか、やってみます。おっさんトークやっていいんかなって言ったら阻止されましたね、確かに。なるほどね、いいタイミングね。そこはね、守っとかない、空気読んでくれた。誰でこっかな。さあ、誰します？カイトか。カイト監督、じゃあ黒ずっかな。お、このキャラクターの決め方もね、ちゃんとね、分かってますよね。え、無印。何がですの？何がないですよ。何がですの。さあ、中社がブラックローズで、対戦相手のネオさんがカイトですね。よし、じゃあ対戦スタート。さあ、中社が手前のブラックローズ。あ、危ない。いきなり？あ、どこだ？あ、危ない。遠距離から攻めてきますね。あ、そうか。危ない、ボコボコや。やべ。ボコボコや。もう、半分以上減ってる。距離のね、取り方が良い。やべ。やべ、死んじゃってる。やべ、何もできない。ノーダメージですよ、まだ。中社さん、取れたかが。中社さん。取れたかが、いまいち。死んじゃう。頑張って。おーしゃ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 ー。おー、見せますね。見せるね。とりあえずこれぐらい当てとかんと、なんともならん。あー。いいね。あーしゃー。はい、投げた。あーしゃー。いいですよ。これ結構食らうからね。まだいける。おー、そう。そういう避け方？見せますね。あー、嘘。あ、ダメ。まだわかんないです。まあ、1ミリ。おっしゃおっしゃおっしゃ。見せるね。投げ強いぞ。ここは一気に行こう。いける？危ないじゃない？危ないんじゃない？おっしゃ。おっしゃ。マジで。よっしゃ。よっしゃ、ありがとうございます。見せるね。焦らないですよ、僕は。見せる。ありがとうございます。すごいわ。でもこれしかもう多分勝ち方がなかったです。ありがとうございます。地味やったな。ありがとうございます。投げですか？俺もあのゲージぐらいだったもん。そうそう、いやいや、そこでね、グッと我慢ですよ。なるほどね。グッと我慢です。いやいやいや、ありがとうございます。あのちゃんと勝負してたいので、ありがとうございます。ありがとうございました。あれそうじゃなかったら負けてます。ありがとうございます。いやドキドキしましたね。はい、手堅く勝ちましたね。手堅く、ありがとうございます。投げで、はい。さあ、ここでね、残念なお知らせですけれども、はい、ただいまの対戦で終了と。おっと、俺喋りすぎた。おっさんが喋りすぎたのが原因。おっさんトークがなかったね。おっさんトークが結構いい。今日はもうこれぐらいにしとこうかなみたいな、ね、おっさん喋りすぎたしね、これあれかね、これぐらいにしといてやろうか。そう、これぐらいにしといてやろう。いや、多分ね、逆そうね。おっさん喋りすぎたら反省せえってやつですよ。そうだね、ちょっとこの辺大事にしとかないと。さあ次行ってみましょうか。そうはい、次こちらです。はい、そう、ごめん、おっさんトーク2起動したんや。ごめんなさいね。おっさんトーク2行ってみましょうか。あ、おっさんトーク 2？ おっさんトーク2で。あった、三好チーフ、はい。三好チーフのグッズ制作費は開いてみましょう。はい。はいはい。ちょっと、原因おっさんトーク面白いな、これ。完全おっさんトークやもん。中谷さんがね、すごいハイテクの中ね、このアナログの、この紙下方式で。ああ、そうか。はいはい。お久しぶりにこのグッズ制作費はちょっとさせてもらいます。第4回。はい、おー。てかこれも僕ちょっと興味あるんですね。何が来るかわかんない。何が来るか、実は僕は知らないんでね、これ。今回ですね、
単純にね、こうグッズ開発秘話でもう昔のこう引っ張り出していくのもあれなんですけど、はい、ちょっと最近ちょっといろいろデザインして進めたものとかも、ね、はいはいはい、ちょっと持ってきてます。最新のやつ、はい、最新のやつ結構ね、フライング気味のやつも。え、それ大丈夫ですか？フライング許可取ったんですか？大丈夫ですか？大丈夫ですよ、もうちょっと頑張ってますから。マジっすか、うん、マジっすか。じゃあ声震えてるのは、まあ、その辺の関係あるのかどうかわからないけど大丈夫、はいはい、大丈夫。着物マーク、これですね、最近発表されましたあのアンソロジープロジェクト。おー、はい、こちらでね、ちょっとねサイバーコネクト2ならではのね、獣獣のための、はいはいはい、そう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 。で、その大統にね、作るためにね、マークをね、デザイン室で作りました。はいはいはい、あ、こちらなんですけども、お、来た。これ見られた方とかいらっしゃいますかね。まあ、サイボーコネクト2はね、この冠のもとにね、はいはいはい、獣の、ね、マークとしてこれ大体持ってきたんですけども、そもそもね、あの企画自体は結構ね、いい、うんうん、あの水面下で進んでましてですね、はいはい、だからその時になんかこう獣のために向けるために、こうライセンス的なこうエンブレムが欲しいみたいな話が、はいはい、こちらだったらそこの山田さんから出まして、それじゃあいいじゃんということでちょっと作ってみたんですね。うん、最初こんなね、ちょっとそっけない感じの、そっけない、そっけないって言った、そっけない感じになってるんですけど、そっけないって言った、少しねテンションが上がる。まあまあでもね、はいはいはい、まあ、言わんとしたことは分かります。そうですね、はい、で若干ねこのね、伊豆の遠吠えのようなね、こうね叫びみたいなところをね表現しようかなと思ってこう作っております。獣って言ってるんですかこれ。獣って言うてる、テンション的には、まあ気持ち的にはね、獣っていう感じがね、出そうとしてる。なるほどね、遠吠えじゃないんだよ獣を言うてるのね。であとはね、何かをね感じさせるようなね、こう足跡なんかもね、ちょっとついてますけど、まあここら辺はね、あんまり言うとね、ちょっと見覚えあるな、見覚えあるかな、じゃあこれね、これね、まあ、今の大丈夫なのか、なんか理由ありそう、大丈夫なんかな今の、ね、ちょっとね、いい感じの見つけあるしね、まあちょっとね、いろいろここら辺を勘ぐっていただきたいなってところもあるんですけどね、はい、でこれでね、今絶賛ね、あのね、募集もかけつつ、はいはい、はい、そうね、企画が進行してます、もう進行しておりますんで、はい、これね、ぜひお楽しみください。で次からがね、ちょっと本格的なんですけど、これだけじゃない、これだけじゃない、今のも結構やばいと思うけど、大丈夫大丈夫、違うんや、大丈夫よ、汗はかいている、はい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 、へえ、今ね、今週のね新商品をねちょっとだけ無理くり持ってきました。聞いてないぞ、聞いてない、これ大丈夫なのかな、うん、うん、ちょっと話してはないんだけどおいおいおい、ちょっとね、こんなラフをね、お、なんだそれ、お、なんかそれ大丈夫持ってきて、これ大丈夫だよ、え、これ何、これ何だと思われます、いや、まあここにも書いてある、カイトのデザイナーは分かるんですけど、これ何、これ、なんだこれ、なんだこれって俺知ってるけど、いいの見せて、大丈夫大丈夫、こんな感じでね、こう可愛くね、デフォルメしてるやつだな、そうデフォルメキャラクター、これはね、ちょっとね、今まだいろいろ、はいはいはい、ウェイヤウェイヤなってますけど、はいはいはい、これがね、ちょっとね、新商品としてね、企画でちょっと動いております。へぇー、新グッズかな、もうこれぐらいしようかな。あれあれあれ危ないな。あれ、いやいやいや、なんすか、なんかなんか別のもの見えてますけど、これ大丈夫ですか、このえ、これこれ大丈夫な、ほんまに、これはね、はいはいはい、大丈夫な、ほんまに超未発表です、ね、未発表だねでも持ってきちゃったから、まあしょうがないんだけど、いや、これ大丈夫な、ほんまにほんま大丈夫、これドキドキすんねんけど、俺これねへぇ、しかもそれね、何パターンか出しちゃってるし、うん、そうそうそう、そのチラ見せじゃないから、そうね、三角形はね、これちなみに、ちなみに、なんなんですか、それ、それは言われる、僕は言えない、あ、なるほどね、そこギリギリラインない、そうね、僕は上になってエグエグエグな、あ、そう、そう、そう、あ、なるほど、了解しました、はい、はい、そこギリギリラインなのね、まあ、了解しました、これな、ちょっと予想してもらってね、そうそうそう、うん、へぇ、まあ、ちょっとお楽しみいただければな、なかなか意味深な三角ではありますけど、意味深ですよね、三角ですから、はい、結構ね、いろんなね、デザインを、ね、今企画中です、あ、これすごいな、何やろう、何でしょうね、何やろう、お楽しみ、これは、まあ続報を待てと、はいはいはい、はい、いう感じになっております、そうなるのね、はい、これ三好氏ずるいわ、ずるい、見せるだけ見せて何ですか、いやそれは言われへんですよいやでもね、僕ここまで持ってくるのも結構ね、いやそれは、うん、あのちょっとやばいんちゃうかちょっと結構本気引いてる今でもね、こうね最近ね結構楽しくちょっとねデザインまたね新たなグッズができてるので、ちょっとね三角形だからね、やっぱねこう旗的なこういう旗的なやつかもしれないしね、こう、あ、なんか何個か、それはどこに、どこに使うんですか軒先とかね、軒先とかね、あ、なるほどね、長瀬さんのまっすぐな疑問がね、いや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 、でもすごいな、今の出してほんまに良かったから、そんなわけですげえドキドキする、今回はね、ちょっと短めですけども、いやいやいや、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
いやーちょっとドキドキしたな。これね、いやあのなんかね、短いとか長いとかじゃなくて、結構スワスワや、綺麗だもんこれ。いいや、ありなんや。誠さん抱えてないと心が変性。大丈夫かな？安心感ね、妙な安心感。お楽しみに。次もあるといいけど、ね、続報を待てってやつ。次もあるといいね。続報を待てってやつですね。続報をお待ちください。これどこすんな、何やろ今の。ね、謎の、はい、楽しみ待って、謎のデザイン。本当に、はい。はい。じゃあ以上ということで、続いてこちら。サイバーコネクト2からのお知らせコーナーでございます。おいしおいし、はい、ちょっとね、仕事します。え、今まで仕事してなかったと。でもさっきのプライベートなんで、なんでやねん。はい、まずこちら、ドタクシリーズの完全設定資料集ライトエディション、はい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 、こちらが現在 Amazon などで好評発売中でございます。ちょっとね、設定資料集がお安くなっておりますので、ぜひこの機会にお買い求めいただければなと思っております。ライトエディションシリーズも4冊出ましたね。トリロジーも出ましたから、うん、なんか着々とライトエディション出てますよね。そうそうそう、お高いんでしょって出てますよ。え、お高いんでしょって言われてますよ。おいくらですかと。おいくらですか、皆さん。え、ね、パワーアップしたこのライトエディションが36だっけ。え、これが一番危ないんちゃう。大丈夫大丈夫大丈夫。正しい情報はカンペでください。正しい情報はカンペでください。カンペっていう、これマジで怒られるよ。この感じ、はい、え、アマゾンで買えない。なんで、あ、そうなの。買える買える、買います買います。いや、買えるはずなんですけどね。どうしたんですね、うん、まあもしあれやったらお問い合わせいただいたらこっちで。はい、じゃあ次行ってみましょうか。そうそうね、はい、次ちょっと汗かいた。はい、こちらかなり汗かいた。明日から、先ほどもありましたけども、5月18日明日、はい、土曜日から24日まで、秋葉原ホトブキヤさんですね、こちらでギルティドラゴンの展示イベント開催中でございます、はい、そして初日明日はですね、松山ひろしによるオープニングイベントとしまして、トークイベントとサイン会を実施いたします。こちらもうね、満員御礼で締め切らせていただいたので、ありがとうございます、ありがとうございます。多分ね、またあの人が何かポロリしちゃうんじゃないかなって、ね、これもういらんこと言わへんかったらええねんけど。長谷さん、普通にマジテンションやねん。いや、マジでマジでね。でも確かにね、毎回毎回びっくりするからね、うん、そうそう、え、言ったのみたいな。そうあるからね、あの人結構イベント会場の動画とか撮るじゃないですか、うん、そうそう、それがあの社内でもあの共有されるんです。そのために結構叫び声なるなるとか、電話かかってきますからね、うん、僕のところに電話。社長こんなこと言ったけど、あれ大丈夫ですか。言う言う、マジでみたいな。そうそうそう、あ、僕らもなんかね、ニュースサイトに載ってるやつを見て初めて知るとか。そう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 、なかなか情報そう、すみませんね、なんかあの、はい、人数制限が入ってたので、あの行きたいけど行けないと言っていただける方いらっしゃいますけど、すみませんね、本当に、まあ、ただ展示イベント自体は24日まで開催しておりますので、はい、そちらぜひ、そちらの方でお楽しみいただければ。盛りだくさんですよ。はい、で会場ではですね、このこちら来ました、ギルティドラゴンの、そう、これね、やばい、これやばい、さっき見たけどこれやばい。こちらもね、会場限定で、会場先行販売ですね、で先に買えるっていう、ね、いうものになっております。こちらギルティドラゴンの第1章のね、ユニットが掲載されているのと、あとこちら、こちらです、出ました、特典シール。お、これね、結構ね、うん、いいんですよ、このキラキラ感。ちょっと画面ではなかなか伝わらないかもしれないけど、うん、このシールが付いているのと、まあ、あとは本当に1章のね、ユニットが全部掲載されているというね、はいはいはい、今までにない冊子になっております。結構ね、地味に後半目玉としてね、うん、この会話シーン の, あのメッセージです ね, そ, ねそれがね、全部ね、読み飛ばしちゃってるとかあるじゃないですか、うん、それがね、これ一生分全部読めます。シナリオをね、もう一回読みたい人、はいはいはい、なかなかね、結構苦労の賜物なんですよ。大変やったね、これね、はい、あとはね、細川誠一郎の、初期デザインとか、うん、ラフがなんかも入ってますね、はいはいはい、これね、ほぼね、資料集作ってるのと同じテンション作ってるからね、結構ね、がっつり作ってます、はい、結構読み応えあると思います、うん、あとはね、まあ、毎回おなじみの松山ひろしによる、謎のメッセージ、クリエイターズメッセージが謎のメッセージ、ま、これもね、また読んでいただけるとね、お楽しみいただけるんじゃないかなと思ってます。いやいやいや、はい、ぜひチェックしてみてください。長谷さん、社長のメッセージチェックした方がいい、ちょっとチェックしとか、あとドキドキする。あとね、あとまだあるんですよね。お、まだあるんですか、まだあるんですか、
何それ？あ、ごめん。なんか、なんか自然に来ちゃった。はい、はい、こちらでございます。見て見て。すごいね。完成したよ。これはね、ちょっとね、あの縮小版のものなんですけれども、細川誠一郎の書き下ろしの複製原画が完成しました。これすごいね、これはね、今までにないクオリティに仕上がっておりますよ。そして実際はね、もっとあのいい紙に、そうですね、印刷というか、まあ、複製されてますので、これはね、なかなかね、これなかなか見れないクオリティですね。こんだけなんかね、集まったのもなかなかないですから、うん、ね、ゲームのパッケージみたいな、このそうね、本当にみんな集まりました、ね、情報量がね、結構ね、この近くで見ても全然遜色ないぐらいの情報量があってますよ、ね。あ、このブラックローズさん、マジイケメン的な、ブラックローズさん、マジイケメン的な感じね。これね、ぜひ、これすごいですよ。いい感じですよ。で、これ会場にもあのちゃんとした、本物のやつが展示されておりますので、ぜひ会場でね、ぜひぜひチェックしていただけたらなと思います。はい、よろしくお願いします。細川がね、うんうんうなりながら書いてましたから、それね、もうマジだったからね、本当に超苦悩して書いてました、ね、苦悩して書いてたね、うん、ぜひ、ちょっと近寄りがたい雰囲気出してたからね、これ書いてるときそうね、超真剣だったね。はい、続いてこちら、はい、お、なんでございましょう。ボタクではありませんが、まもるくん復興支援プロジェクト4コマグランプリ開催中でございます。はい、珍しいよね、これね、なかなか珍しい、これまでもね、復興支援プロジェクトとして、公式サイトでガムロードっていう、販売サイトを通じて収益金を寄付するというプロジェクトをやってたんですけれども、今回あの2周年経ったということもありまして、新たに4コマグランプリというのを開催させていただいております。でこちらも皆様からの4コマ作品を募集しておりますので、ぜひぜひあの作品をお寄せいただけたらなと思っております。ぜひご協力をお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、はい、以上ですね。じゃあ最後、さっきからね、なんかヨーロッパの方が書き込みをされてるっぽくて、ヨーロッパ、うん、なんかギルティードラゴンどうのってさっきからずっと、ヨーロッパからこんなおっさん会、うん、ちょっとまた後で確認しますけど、大丈夫、ええ、なんかありがとうございます、ヨーロッパ、ヨーロッパからわざわざおっさん3人見ていただいてありがとうございます。すいません、頭下げるのいいです、日本のおっさんです、すいません本当それしかないよね、本当ごめんなさいね。はい、次回6月21日金曜日、ほうほう、19時から20時でまたお送りさせていただきたいと思いますので、ぜひチェックしてみてください。はい、よろしくお願いします。はい、そしてね、来週の金曜日はね、ユーストリーム放送を行いますので、そちらもお忘れなく。そうですね、ほう、はい、ほう、これはあのいつものユーストリームね。なるほど、なるほど、このタイトルではないやつですね。はい、まあ、そちらもよろしくお願いします。そうです、そちらもよろしくお願いします。アンケートやる？アンケート。はい、じゃあアンケートいきましょう。今日のアンケート4番目、4番目は何を書かれるんやろね、これね。アンケート。何これ、どういうこと？これ、どういうことは？どうなのかな、これ。これ何？柴山店長と俺らおっさん3人を天秤にかけたみたいな。天秤かけてますよね。この感じ？この感じ？何これ、みんなしかも安定の4って言うなよっていうか、いつも以上に数字に乱れがないの。そうそうそう、なんかね、ほら、普段ね、これもうちょっと乱れるじゃないですか、今日は2かなとか、そうそう、何しかないとか、こう4しか見えん。いや、今今回誰も乱れてない人間、乱れないからなこれ嫌やな。もういいんじゃないの、そうそう、大丈夫これ、大丈夫これ、もういい。はい、来た、はい、来た、はい、来た、73.4%。ほな、今までこのドットハクチャンネルは、うん、要素としては柴山店長が 73% で、ね、残りのおっさんらは 27% ぐらいやったってことだよ。長瀬さんはね、そのうちでもね 30% マジか、大丈夫、マジなのか俺らがおそらく 1% だ、ね、これでも結構ね、柴山店長来週来回調子乗るよ、これきっと、ね、すっげえ調子乗ったダメだよ、そういつも以上に噛むよ、そうそう、噛む噛む、多分ね、ちょっとアップで上向いたところから始まると思うカメラがそんなから上からなの、上から来ると、ブラックローさんの顎来る、そうそう、私がいないとダメなんですよねっていうとこから始まると思う。あらー、こんな感じだよ、くっそー、くっそー、悔しいな、これすでに予想がつくな、ね、しかも、むさ楽しかったって言われて楽しんでもらえたらいいけどね、そうっすね、笑ってもらえればもう何よりです、まあ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 、そしてね、はい、あの2号のマッピーの、ね、存在感のなさよ、今日喋ってちゃんと何もしてないしみたいな、なんでお客さんが来るの楽しんで見とんねん、ここへやってこ、ここへやってこ
そう、はい、空気、はい、じゃあそろそろね、はい、エンディングのお時間となってまいりましたので、あっという間ですね、はい、じゃあ皆さん今日はありがとうございました。早かったら、はい、ありがとうございます。さよなら。はい、はい、まだ早い、まだ早い、またねー、またねー、今日遅かったら、さよなら、もう早い、早い、すごい、さよなら、むさすぎる、もうね、早めに振りすぎなんだから。